ありがとうございます。えー、媛大学の木村と申します。で、今日は、あのー、AI 時代の標準交換規約として期待されるファイアについてお話したいと思います。で、皆さんもご存知の通り、あのー、ここのモダン星2人そうでもですね、ちょっと見ていくと、あのー、FIRE の話題がいろいろちらちらと出ていると思います。で、国の方でもですね、いわゆるファイアに関する、あのー、方策をいろいろ進めておりますが、こちらに見えていますのは、 2023年6月に発表された医療デイクスの推進監視力工程表です。でこれを見ていただくとですね、まあ、今あ、何かと話題になっているマイナンバーカードですね、そのマイナンバーカード制度に、えー、まず医療機関と、それからあのいわゆる薬局間での医療情報を無料利用すると。で患者さんもですね、 マイナポータルを使って、まあ、一覧ができるような医療情報拡大ということですが、これ我々のあの、われわれの医療情報の専門家でも、ですね本当に言われるのかというような半信半疑ではあったんですけども、まあ、予定通りり2025年、2026年には、まあ、展開していくというようなことを言っております。でさらに、ですね医療機関や薬局間だけではなくて、自治体やまあ介護など、ですね検診情報も含めてどんどん広がりを見せております。 で、そんな中で、あのー、はっきりしているのは、3文書6情報を、電化的にやり取りするというのを、あのー、申し合わせているんですね。いわゆる、あのー、今は、レセプタで、オンラインの資格の、あのー、ネットワークというのがあるんですけれども、ここですね。このオンライン資格の、あのー、システムのネットワークを活かしてですね、この中に、電子カルティの情報の交換サービスを設けていくというようなことで考えております。で、この時に、 えー、いかにして情報を交換するのかということで、この HL7 FIRE と一角が使われることが、まあ、目下、目下されております。で、実は、あのー、厚生労働省はですね、あの、医療情報の標準化については、この一般社団法人の医療情報標準化推進協議会にですね、ここで定めた格を、まあ、推奨するということを言っているんですねで。その中で、いわゆる処方情報、検診結果、 新郎情報提供、隊員様れに関しては、えー、ファイヤーで傷ちを処理しようをも固めております。ということは、まだあの、システムとしては、まだ皆さんの目には触れておりませんけれども、えー、間もなくですね、このあのー、ファイ r ーの誓ったシステムが展開するということは予想されます。じゃあ、なぜで,ですね、ファイヤーがあのーこ、今、その全国の医療情報交換ネットワークに使うことが期待されているか。 もともといわゆる標準交換のための総合運用規約というのはありましたただ皆さんもご存知の通りですね今の地域医療連携システムというのは基本的に HLAN でしか使えませんある医療機関から情報を上げますと連携システムではあるんですけどもこの連携システムにあのログインしてですね情報を見ることはできるんですけどもその情報を 電子カルティシステムに入れることもできませんしまたあの AI があってもですねその AI に地域連携システムの情報をわしいこともできないわけですですから例えば、あのー、他の医療機関で、えー、処方をした場合持参薬というのがあるわけですけどもこの持参薬というか処方の情報をここで見ることもできるんですけれどもただですねこの持参薬を、あのー、電子カルティに取り入れることはできずに 薬剤さんが調べて入力するというような手間があったわけです。つまり、電子化したといってもですね、ワークフローの電子化はできず、相変わらず人手を介する必要があったわけです。で、本い我々は何をやりたかったかといいますと、いわゆる他の医療機関から情報が提供されると、その情報はもちろん一覧することもできるんですけども、その情報を自分の電子カルテンに取り込んだり、 あるいは AI と連携させるというようなことをしたかったんですね。で、それがなぜでくないか。いわゆる今は s l 7よび s s m c s の標準ストレージを使ってデータのやり取りをしておりますが、これ一応標準格ではあるんですけども、いわゆる各病院の,の SSMICS ストレージを集めるとですね、なかなかこう情報交換には向いてないと。結論することはできてもですね、 あのー、いわゆる情報連携するのは難しいということがわ分かってきたんですね。これはあのー、正確に言うと SSMX の責任ではないんですけども標準確認正確に準拠してないベンダーの方言あるいはあのー、入れる場所は標準的に決まっているんですが入れる内容が標準マスターに準拠してない院内独自のマスターを使っていると。 で、これは正確に整えようとすると、かなりあの、多大な労力とお金がかかるんですけども、そういった標準価格の導入に関して、まあ、診報酬上のインセンティブがないというのも、多くの原因でありました。つまりあの、行動を簡単に言いました。ですね、こういう状況です。今から我々はこの箱は、柑橘類を入れる箱として使いましょうと申し出してると。で、換気類ですから、まあ、運臭みかんを入れてもいいんですけども、 リンゴを入れてはいいけけないわけですところが、リンゴが入ってもですね何の問題もなく動いてしまうというような状況を許してしまったわけです。しなですなわち、いわゆる箱を標準化してもですね中身がもういい加減というような状況があったわけです。なので今回です、ね、この3種文書6情報はですね交換する電子カルテ情報交換サービスにおいてですねこういう発表がありました。 いわゆるあのフォーマットのときにですね、コードのチェックや多重度のチェック、えー、プロパティのチェックをしていくというようなことを書いてあるんですね。これは今までの厚労省の資料にはなかったものです。今までは厚労省は何かをするときには、こういう標準フォーマットや標準形式について出してくださいねっていうようなことは言ってたんですけども、いわゆる値の中身に関してチェック。我々はバルデーさんと呼ぶんですけども、 このバルデーション処理ということは言及したことはあんまりなかったんですね。ところが今回の発表ではこういうふうにですね、最初からチェックを組み入れる、バルデーション機構を入れるということが表に出たわけです。実はこれがですね、ファイヤーをあの導入するあのいろんなモチベーションの中でも一番多くの動機ではないかと思います。ファイヤーというのは基本的にはリソースという構成要素を一つの単位としております。 で、私はよくレゴブロックに例えるんですけども、これがリソースですねで。例えば単位サマリーを作る時には、リソースを束ねるバンドルというブロック、文書コードを定義するコン,ポコンポジションというブロック、そしてカンダや、まあ、エンカウンターというようなブロックをですね、組み合わせて作るわけですね。で、ですので、このブロックの組み合わせで様々な色情報を表現することができます。で、 ファイヤーの本家の方に来ますとですね、非常にたくさんの、まあ、ブロックたるリソースがあるわけです。で、このようなリソースがたくさんありますので、いわゆるいろんな医療情報を表現することができるんですね。ただ、ファイヤーは総合運用に関する規約なんですけども、実は表現能力が高いために、えー、こういう問題が起こります。それ,それはですね、 これは一応あの、ァイヤーの患者さんに関するリソースを、まあ、エクシムル形式で表した用紙です。で、あるところがですね、ァイヤーをサポートしていますというようなことを言うんですが、実際、このファイヤーのあの、本区のリソースの定義書に行くとですね、ちょうどその項目も網羅していることがわかります。で、なので、ファイヤーのバルデーション直も通りますとあるんですが、 よく見てみると、名前が入っておりません。つまり、役に立たない情報というのはですね、標準交換規約を満たしていても、全く臨床に役に立たない情報というのは起こり得るんですね。で、まあ、あの、詳しく見ていくとですね、こういうふうにゼロから何でも入るということは、要するになくてもいいというふうな緩い状況であるわけですね。つまり、ファイアーの区画としては、名前とか電話番号とか性別とかそういう情報がありますけれども、 使わなくてもいいよって自由度があるわけです。ということは、デフォルトでやると、あまりにも自由度が高いためですね、思ったような情報交換ができないというようなトラブルが起こるわけです。そうするとですね、名前の書き方もいろいろ考えられるんですね。これはこういうふうにあの、全部ファイヤーの標準格を満たしている形で名前を表現することができるんですが、その自由度の高,高さのためにですね、三差三用の書き方もできてしまうんですね。 つまり、仕様はあるんですけども、あらかじめその仕様をどう使うかというイメージを知り合わせないと、いわゆる標準格を使ってもですね、あのデータ交換ができないというパラドックスがあります。これは今までの標準格の問題だったんですね。ですので、いわゆるあの標準格を使うときでも、その使い方についてあらかじめイメージを揃えてやらないと交換できないわけです。じゃあ、 その標準格の使い方、えー、文章の行動を使用素として作成すればいいんじゃないかと思うんですけども、それはいわゆる文章で、あのー、使用素が作られるわけですね。そうすると同じことを書いてあってもですね、読み手によって、あのー、早期処理イメージが異なると、やはりあのー、いわゆる総合運用性が失われると。使用としてはあるんだけども、読み手によっては使用の解釈が変わるので、まあそこでまたギャップが生まれるというような問題があるわけです。 なので、FIRE はですね、この FIRE ープロファイルという形で、仕様をコンピューターの言葉で変えてですね、仕様の解釈に曖昧さが発生しないように設計できるという、あの、機能を最初から持っているんですね。ただ、このプロファイルというのは、そういうあの、チェックできる技術ができるんですけども、それをあの、人間が作らなければなりません。で、これを見るとですね、 ちょっとコンピューターに詳しい方は、まあ、あの、XML シキーマーとか、そういうあの、データのコードをチェックするための、あの、格があるんじゃないかと言われるかもしれません。で、実際ある程度、XML シキーマーでもですね、いわゆるあの、値とか、コードの正しさっていうのはチェックできるんですが、いわゆる XML シキーマーにできないことはですね、いわゆる例えば、えっ、ー、と、我が国では標準病名マスターであるとか、医薬品マスターとかって言いますが、 そのマスターに準拠して書いているかどうかというのは、XML スキーマまではチェックできないんですね。あくまでも XML スキーマまでできるのは、それが数字であるか文字列であるかという、品種の方の正しさの証明はするんですけども、内容の妥当性についてはチェックできないんですね。で、そういったですね、いわゆる今までのコンピューターのバルデーションよりも一歩踏み込んで、医療のデータ内容により特化したチェックができるというのが、このファイアーのプロファイルの調味なんですね。 で、例えばこれは、あのー、検診の中の使用層に対してですね、あの、例えば、えー、検診を、結果を記述するのは、重落点という標準検査項目のコードがあるんですが、それを必ず、あのー、利用しなさいというようなことを書いてあるわけです。で、これはプロファイルの中身を見るとですね、いわゆる JSON の項文で記述するんですけども、ここにあるようにですね、検査項目に関しては、必ず重落点を使って書きなさいと。 出現頻度は2マーク1なので、いわゆる1個だけしか許しませんよというふうにですね。いわゆる人間の言葉ではなく、コンピューターの言葉で書いておりますので、非常に厳密なバリデーションができるようになるわけですね。さらに、えー、ロジックができます。BMI というのは体重と身長から求める論理値なんですけども、実はですね、私、あの、レセプトデータの分析をしたことがあるんですが、 えー、個人式の VMI を持ってくる人が100人ぐらい出てきたことがあります。で、これは検診機関で VMI を手入力していたために起こるエラーだと思うんですけども、例えば VMI というのはご覧のように体重と身長から計算できますので、いわゆる一見ですね、いわゆるあの公文としては正しいんですけれども、ワルデーションを通してですね、いわゆる身長と体重から計算される VMI が合っていませんというふうにですね、 いわゆるデータとしては正しいんだけども、えー、内容を組み合わせるとですね、あのー、矛盾してますよっていうようなロジックチェックもできるんですね。すなわち、今の FIRE の期待される点というのは、ここにありますように、今までの標準格というのは、いわゆる標準格のし、あのー、定義、そして人間の言葉で変えた仕様なんですけれども、FIRE というのは、さらにコンピューターの言語を使ってですね、厳密に視覚、えー、に あのー、企画に準拠している。その準拠の仕方もですね、XML 式今ではなくて、あのー、いわゆるマスターをちゃんと誓っているとか、あるいは、あのー、それぞれの内容がお互いに論理的に矛盾してないかというようなですね、論理的なバリデーションもできるということで、えー、いわゆるこれまで以上に高いデータ品質を期待できるような企画であるというふうに注目されているわけですね。ということで今日は皆さんにお送りするのは、今、なぜファイアーが期待されているか。 これは、AI 時代を支えるために、一つ上の次元を相互運用し用する次世代の標準医療情報企画であるということ。でも、まあ、いろんなことが期待されておりますけども、今日ご紹介したのは、いわゆるデータ品質をあの高めるために、強力なプロファイルという機能をサポートしているということが、最も多くな理由であると考えます。で、このプロファイルを我々が推し進めたい理由はですね、いわゆる医療情報が、まあ人間が見ることしかできなかったデータからですね、 AI に詳しるような高品質なデータにしていく。すなわち人間を介在しないマシン中マシンのデータを流通するために、このプロファイルによって現地のバリデーションを通してですね、まあ、やり取りできるようになる。こういう時代を切り開くんじゃないかなということで、このファイヤーに期待しておりということで、皆さんのあの、お持ち帰りになれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。